はい、令和4年9月16日、Q&A 一般公開ライブ後半の部です。このセッションでは、いよいよ、はい、母さんこと、私が、高田純先生の、はい、解析をお願いいたします。よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。ターさんこと、高田純です。ターさんはアフリカを守る。ターさんは科学力で日本文明を守る。素晴らしい。知力、気力、和の心、はいね、今日も元気に参りましょう、はい、で前回これ確か先月だったが、はい、特に映像の駒受けりで、はい、安倍元総理の銃撃事件、はい、これを追いかけるとそうでした、ね、銃弾は山上の爆音の0コンマ2秒前に安倍総理元総理の頸部に着弾命中していたという見たと思うんですね。今日はその2発目の0コンマ2秒前でしたね。だから1発目の後に1発目の爆音があったわけですが、あそこですごい煙がボーンと音と、はい、おそらくその、直後にですね、どこかしらか銃撃して、で爆音の直前に2回目の爆音の直前に頸部に命中と、うん、山上の背後から撃った場合に頸部に当たらないと、うん、それは奈良県立医大の、救命部長 の、 教授の、うん、最初 の、 その先入観のない発表ですね、うん、あれで出てきたわけですが、はい、なぜか翌日の県警の発表になるとズレが生じてきた、うんうんうん、あれは多くの国民が疑問を持っちゃったわけですが、今日はさらにですね、はい、その映像ではなくて、映像も使うんですが主に音ですね、はい、カメラ撮影するときに映像と音、これ両方記録されるわけですね、はい、でそれぞれ記録のところがずれ別なところに入るわけですが、ほぼ一致して出てきますけども、今度はその音の方はですね、時系列的には非常に高分解の、映像の時間分解能の1000倍以上ですから 0.001 秒以下でですね、その精度を議論できると、うん、で映像の方はですね、やはりあれだけのデータをコマ送りで写真のように撮りますんで、時間分解能が 0.033 秒とかですね、 0.033 秒 0.017 秒とか、そんなやや粗いんですね、うん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 、ですからコマで見るとどうしても次がコッとずれてくるんですが、あと音波もですね、秒速340メートルですから、10メートル音波が移動するのに 0.03 秒から4秒かかるんですね、はい、ですから音波の時間分解能の高いそのマイクロフォンで収録したデータを高解像で分析すると、映像では見えなかったことがいろいろ分かってくる。なるほど。これが前回からこの一月間に行った私たちの研究、うんうん、前回もですね、まあ、0.2 秒という時間、そこまでは、はい、でこれは他のさまざまな要因、例えばまあ、弾丸の速度でありますとか、犯人が立っていた位置、そことの距離、撮影していたカメラの位置、またそことの距離、そういったものすべて計算されて、また今おっしゃった解析によって生じうる誤差ですとか、うん、まあ、そういうのもすべてですね、はい、今回、はい、緻密に考察してですね、はいはい、音響データを解析したと、はい、非常に最前、弾丸の物理科学調査最前線と、はい、いうことになります、はい、で今日の2点のポイントは、山上は空砲、玉なし、玉なしだった可能性が極めて高くなってます。2回ともですか？2回ともです。でもう一つ、狙撃銃の方は YouTube にアップされた音声聞いても非常に小さな音、うん、まあ、小さな音の原因は、これを撮影していたカメラと
狙撃ポイントの間が離れているっていうのと、もう一つ消音器つけますね。おそらく消音するんで、うん、山上は故意に大きな音を出したんじゃないかと。あれに比べて非常にちっちゃい音なんですが、そういったその消音器の効果、これも分析しております。まだ、結論は狙撃は消音器でかつ亜音速、弾丸は音速よりも遅かったという結論になっています。はい、これを詳細説明したいんですが、はい、よろしいですか。はい、ということで今日のこの報告レポートはですね、まあ、多くの、私のツイッターのフォロワーさんが協力しています。4万5000人今いるんですが、その中で YouTube にアップされている方、まあ、そういったものの参考と、もう一つ強力な助っ人がありまして、はい、工学修士の中田健二さん、この方がその、まあ、工学の専門家で音響解析、これやり取りしながら進めた先生のフォロワーのお一人なんですか。そうなんですね。で、そういう個人的に連絡取りながらですね、その消音器の効果とかですね、空砲だったらどういう音になるのかとかですね、その辺全部調べたんですね。はい、まずは映像と音響解析が極めて綺麗に一致していたという結論があるんですが、音っていうのは耳から聞きます、はい、音を目で見ようと、うん、光は目で見ます、耳で聞こえませんが、音も可視化しようと、これが今日のテクニックです、はい、音を見ると、音を聞いてそして見ると、うん、結果ですね、警察は一体何してるのかということになっちゃうんですが、はい、これが亜音速で銃弾が音より後ろに飛んでくるという絵を少し描いて、これ音波の最前フロントですね、はいはいはい、それより弾丸は後に、はい、で煙はさらに後ということになります。なるほど、はい、そういう意味だったんですね、はい、で最初に音を聞いてみましょう、あの時の、はい、一発目からですか。一発目から次の狙撃の音、それと2発目の音が出ます、聞いてみてください。これ今ドーンドワーンっていうのが一発目、はい、それから周囲の、公衆のざわめき、はい、それでシュッパッっていう音が小さいんですが入って、はい、もう一度ドワーンとなったと思います、はい、もう一度聞いてみましょう、はい、いかがですか。シュッパッっていうのが途中に、はい、入ってますね。2回目の爆音の直前にですね、はいはい、シュッパのパのあたりが2回目の爆音のコンマ2秒前なんです。はい、で狙撃の後ですね、なんで安倍さん以外は怪我もしなかったのかというのが、うんうんうん、ネット上の多くの国民の疑問に上がってきたわけです。はい、じゃあどういう配置だったのかって前回も若干見たんですが、はい、安倍総理の、最初この、左右にいる方々も被弾する恐れがあったにもかかわらず、うん、被弾していないということから、うん、多くの人が空砲だったんじゃないかと、はいはいはい、ネット上で騒ぎになっていくわけですね。はい、はいはい、これからちょっと離れたところから撮影した人を見ると山上安倍さん、はい、最初7メートルぐらい、ね、そう一発目ですとこんなに白い煙がブワーンと出てくるわけですね。前方がよく見えない状態で、次この山上は2メートルぐらい近づいてさらに、連続的に撃つということで、どう考えても前方がよく見えないところで、うん、2発目を撃つと誰かに当たってもおかしくないのに当たらないんで空砲じゃないのかという疑念疑惑が持たれたということですね。でこれについても私たちは空砲だったらどんな音がするのかと調べたわけですが、
ということで、この場面の一発目、二発目、一発目、この煙の中を、2メートルぐらい安倍総理に近づいて2発目を撃つと、はい、前に煙があるわけですね、白煙が。そこで暗い、やる前に白い煙の中に撃つと、普通撃てませんよね、真っ当な性、人間にはできない、誰にでも当たっちゃう恐れがある。こんな絶命のところに当たらないですよね、でこの中でですね、私これ取り上げた時に、元警察官のネット上で有名な方なんですが、コメントで散弾銃でこの映像を見た時にほとんど反動がないと、ボーンと後ろに押されるわけですが、弾が前方に出ると人間の方は後ろになる、その反動がほとんどないと、ね、その人で山上はスイスイ、さらにスイスイある前、いつも後ろにこうならずにスイスイ行って2発目を撃ったということから、その元警察官のコメントは空砲だというふうに考えられると言ったんですね。私もそうじゃないかなと見て、やっぱり銃を撃った経験私ありませんので、こういう銃を撃つような警察官のコメント重いなとですね、はい。もう一つはさっきから言ってる実弾なの、多数の人が負傷してもおかしくないということから、山上のパイプ銃は最初から空砲だったんじゃないかというクエスチョンマークになるわけですね、はい。でそこでですね、実はネット上に出てきたアメリカ、さすがだなと、このパイプ銃を作ってですね、実弾実験をしたアメリカ人いたんですね、はい、これは、ね、YouTube にアンプされた安倍総理が、元総理が暗殺されたことを受けてですね、これをやってみようと。日本でも銃の詳しい人いるからやってほしいんですが、最初にアメリカがやってくれたと。でこれは非常に重要な実験だと思います。でこれでこのパイプ、似たようなパイプ銃なんですが、まあ細かいところは違うんでしょうけども、いずれにせよ想像できるようなこのパイプ銃で実弾実験を彼はしたと、はい。これも後で音声聞いてみます、はい。で前回のおさらいですが、安倍総理の頸部に2発の穴が開いたと、2箇所で、山上は真後ろから撃って、安倍総理が左回りに体をねじって、その瞬間が撃たれたということで、どうしてもこの頸部を前方から心臓に向かう銃弾の軌道にはならないと。ですから後ろから撃つっていうのは考えられない、この医学的証拠になっていったわけですね、はい。でこれが安倍さんの右襟が動く瞬間、これがコンマ2秒前です。でこれが命中した瞬間で、爆音の2回目の爆音の0コンマ2秒前というのが前回だったわけですが、先ほど来言っている0コンマ2秒のズレは、この映像フレームの粗さあるいは音速のズレからは説明できないと、はい。でこれが音波を目で見るという技術です、ここに一つのなんか振動みたいな、これが音の強さ、振幅を示しています。これが山上の2発目の爆音、その前に出発っていう瞬間の音の、これが波の記録です、はい。出発、多分その出発って聞こえてくるのはここの出発と。でこれがこの爆音、ここの爆音のコンマ2秒で、これ縦軸、下の方は縦軸に周波数、ずっと下は0キロヘルツになる、これ400ヘルツ、ここが4キロヘルツ、4000ヘルツ、ここが1万ヘルツと、人間の耳はおよそ2万ヘルツぐらいまでどうにか聞こえると、はい。でこの辺はよく聞こえる音の周波数になります、はい。ですからこの音声で連続的に見てもですね、コンマ2秒っていうのが出ると、映像とは別な解析でもコンマ2秒が出るということで、映像と音声、
これ別々に解析してもですね、コンマ2秒が出るんだということになります、うん、はい、でこの出パのパのここの際で、銃弾が、映像と の, あの比較では命中しているということになります。そうですね、ここの襟が動いた、はい、瞬間です、はい、コンマ2秒と。でこの特徴はまず山上のような音よりもかなり小さな音でも、先ほどの、おそらくスマホで記録したあの中にもしっかり記録されている。ですからニュースの時、当日のニュース、爆音が銃声が3回鳴ったと、うん、なった、これがそれですね。現場に雑誌は聞いたということですね、うん、我々はニュースでしか知らないんで、なかなかその音を聞かせられなかったんですが、うん、ニュース変わっちゃいましたか、途中で、途中で、あの時間が経つと、銃声2発になって、そうなんです、ね、もう3発目の話は全然出てこない。そうですね、これがあのおかしなところです、うんうん、が、さてその出発の話ですね。こっちがあの銃弾の速さが音波より速いとき、超音速ってやつです、うんうんうん、左が亜音速、弾丸の速さは音波より遅い、これが亜音速、うん、で出発って言って、シュッてのがどっから飛んできたあの銃声の音が毎秒340メートルで、この撮影していたカメラマン、まあ素人さんだと思いますが、撮っていたマイクロフォンに先に音が届く、その次にちょっと時間遅れて弾丸が届く、弾丸が飛んでくる、命中する音、パッとで出発と時間差が出て、その時間差が、時間差からこの弾丸の速度を計算できるんです、うん、後でやります、はい、ですからあの出発っていうあの音響解析から、弾丸は狙撃されに使われた弾丸の速さは亜音速であったと、うん、あります。で消音器を使って、消音器を使うことによって、この弾丸より遅くなると、音波より弾丸が遅くなり、音もちっちゃくなる。狙撃に効的というのはどういう意味ですか？音をちっちゃくしないといけないんですよね、はい、あれでも残るぐらいですから、うん、狙撃ってあたかも山上が撃ったかのようなトリックを今やってるんですね、うんうん、爆音と煙で白煙で山上が撃ったということを全員に信じ込ませると、うん、これ手品のトリックです、うん、はい、はい、あの綺麗なご婦人を箱に入れてわーってやる間に、気がついたらご婦人は別なとこから出てきたと、ここでわーってみんなこっち見てる間にどっからを伝って別なとこから出てきてわーっとなると、はい、まあ、そういうようなトリックっていうのはこの常套手段でミスディレクションと、うん、別な方を見さすと、うん、本当のネタが出る場所は見させないというのがトリックの技です、うん、はい、だから山上の音とに近いあたりの直前に打つと、打った後しばらくしてからボーンとなって安倍さんが倒れちゃったら山上じゃないっていうのは分かっちゃうんで、うん、できるだけ狙撃の音はちっちゃくしないって感じですね、ちっちゃくで音速を超えて飛んでくると、あの最初の銃声をちっちゃくてもですね、この衝撃波、弾丸の衝撃波がブワーンと聞こえてくるんで、これもまずいわけです。いくら消音器つけてもこの飛び出す弾が速いと衝撃波としてバーンと聞こえてきちゃうんですね。それを抑えるためには音波よりやや遅くするというテクニックを使う、うん、ということで亜音速で、消音器をつけて亜音速、これが衝撃に効的となります、うん、はい、じゃあ、消音器をつけた銃声聞いてみましょう、はい、はい、これはあの2つ置いてますが、同じ銃で消音器をつけた時とつけてない、はい、まず消音器なしの方を聞いてます、はい、もう一回聞いてみます、はい、あれあれ
これをですね、消音器つけたり、はい、この動画あの YouTube にアップされて、消音器をつけたらこの同じ銃どういう音になるか。あれ難しい。ちょっと音が高くなったように聞こえませんか。高くなってます ね。それと音のなんかちょっと音の継続時間がちょっと詰まったような、プチュッというような、そんな感じで、はい。で、今の音をですね、このスペクトル、可視化したものがこれです。はい。消音器がないときはこういうスペクトル。波長が、こちらが短い、こちら高音です。こういうふうになってるんですが、消音器つけると、この緑の波長の音がですね、大きくなって、この赤、低音、はい、超低音と、その中音、周波数でいくと 2300Hz 間あたりが消えるんです。その低音の音が消えて、この 2.3kHz の音が大きく、それでプシュッというような、あのやあの中高音の音に、しかも詰まったような音になっています。はい、なるほど。ということで、先ほどのもう一つシュパッと聞こえるやつが消音器がついている、ということでですね、じゃあ山上の爆音2発目の直前にあった、あの高周波ショット音、これちょっと見にくいんですが、これをここにあるんですが、これを拡大すると、この2つ音波が聞こえてます。先に届いたのがシューって音が、次にパッと来るやつ、この2つで多分シューパッとなったんじゃないかなと、今そういう解釈をしていますが、この周波数を見ますと、先ほどの、消音器サイレンサーつけた時と同じ、この周波数の低い 1.7kHz 以下は消えていますということで、ここがないという音が来ていると、だから、消音器をつけた、これが音だろうというふうにも見えます、うん、はい。山上の方はここはしっかりこの音圧、消音器つけてないわけですね、うん、彼のは。だから出ていると。結論はで、消音器銃を使って亜音速の弾丸が安倍さんを撃ったというのが、この音響解析の結論になる。はい、ここで一般公開ライブの時間が、来てしまいましたので、はい、一旦ここで締めましてですね、はい、この続きをメンバー限定ライブその1の方で、させていただきます、はい。皆さんどうぞ、はい、この後はメンバー限定ライブです、はい、月額490円のメンバーシップレベル1に参加して続きをご覧ください。最後にこの動画いいねボタンクリック、文化人放送局ツイッターアカウントのフォロー、そして文化人デジタルにアカウント登録をお願いいたします。はい、高田先生の分析、これから佳境に入っていきます。メンバー限定ライブその1の方でお待ちしております。